松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。はい、こんにちは、松山潤です。松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたにです。みんな出かけてますよね。いいね、休める人は羨ましいですけどね。頑張りますよ。さあ、本当にハガキ届いております。早速見てみたいと思います。松山さん、いつも頑張っていますね。いい歌を届けてもらってありがとう。ありがとう、こちらこそ。ぜひあずさに号をお願いします。ひょー、カリウドの大ファンで、この歌が大好きで、カラオケで歌っています。そうですか。しかしながら難しく、いつもカラオケにずれていると言われてます。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で。私はこの歌のように、付き合っていた方からさよならされて、今も心に残っています。いつかあなたと行くはずだった、春まだ浅い信濃路へ。これはもう本当に、言い忘れました、広島県江田島の森吉蔵さんです。吉蔵さん、僕も同じです何回振られたか、急にね、電話も全然連絡先も知らないから、何回振られたことか。そうですか。いやー、じゃあこれを歌ってみますね。はい。さあ、それでは、それがいつヒットしたかですけど、1977年、昭和52年とあります。ニュースで言うと、日本初の気象衛星ひまわりが打ち上げられました。ヒット曲で言うと、山口百恵さんのコスモス、すごいね。ピンクレディの SOS が流行ってましたね。じゃあこれで頑張ってやってみますそれから、ね、本当にね、その狩人の弟の方の高見ちゃんとは、私の講演会場のところで何回かお会いして、一緒にステージしたことあるんですけど、めちゃめちゃ歌うまいですから、高見ちゃんのつもりで聞かないでくださいね頑張りますけどね。はい、松山潤の歌い方で歌います。あずさ2号、聞いてください。私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で。いつかあなたと行くはずだった、春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。
あなたを待って私は季節に取り残されたそんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で私はあなたから旅立ちます。はい、森喜朗さんいかがでしたでしょうか。あずさ2号、本当に私もね、そのあれ乗ったことはないけど、あの時間はよく知ってます。8時ちょうどっていうの後は残ってるんで、それを思い出しながら歌いました。そして振られたこともねいかがだったでしょうか。希望に応えられたらいいかなと思います。ではいつもの通りね、チャンネル登録者が少ないから必ず押してください。またそして応援してください。宣伝もねお願いします。森さんありがとうございました。皆さんもよろしくお願いいたします。松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュン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 松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュンキュン